クリームが好き？バニラとイチゴでいい？ちょっとイチゴもなんとか言えよ。うん。あ、恩師様が帰ってきた。イチゴ、早くこっちで恩師様を出迎えてよ。おかえり。しー、恩師様、バニラに見つからないように出ないとまた暴れ出すよ。イチゴには指一本触れさせないぞ。イチゴ、俺たちレベルアップしたぞ。わかった、もういちいちはしゃぐな。しー、イチゴが寝てる。恩師様、兄がいつもお世話になってます。新しい任務だ、行くぞ。わかった。嫌だよ兄さん。恩師様、ご飯できたぞ。いい匂い、匂いを嗅いだだけでお腹が鳴りそう。最近のイチゴはいつも言うこと聞かなくて困る。最近の兄さんしつこい。ああ、イチゴ、もうやめて。じっとして。うん、だって本当に痛いもん。もうちょっと我慢して。ほら、取れたぞ。ああ、まさかトゲが指に刺さるとこんなに痛いなんて。兄としてどんな時でもイチゴを守ってみせる。いちご、何買ってきたのか当ててみて。じゃんじゃじゃーん、クマちゃんだよ。どう、かわいいだろう。気に入ってくれた？別にいらない。あ、恩師様、本当にびっくりしたよ。あ、いや、でも超嬉しい。ごめん、なんかはしゃぎすぎて。恩師様が好きなのは一体兄さんなのか、それとも僕？恩師様、これ昨日イチゴと出かけた時に買ったから あげる。恩師様が好きなのがどっちだとしても、僕はただおそばにいられるだけで十分幸せだ。兄もきっとそう思ってる。このまま3人でいつまでも一緒にいられたらいいな。